フランスギク属は、キク科の属の一つである。ヨーロッパ、北アフリカからアジアにかけての温帯地方に70種ほどが分布している。日本では、フランスギクエル・ビルガーが、キク植物として、道端に咲いている。耐寒性、または、反耐寒性の一年草または、多年草であるが、高温多湿に弱いものもある。草丈20センチメートルから1メートルくらいで、葉は五星し、巨子。 または、鵜状の切れ込みがある。花は慶長に単成するものと、円錐花状を作り、小さな花を多数つけるものがある。俗名は、かつてのフランス菊の学名クリサンセマムルクアンソマムの種小名を格上げしたもので、白い花の意味である。花の基本色は白であるが、園芸種には黄色やピンクなどのものもある。英名を、オックス。 アイデージーと呼ぶフランスギクは暑さに弱いためか日本ではほとんど栽培されていないが改良種のマーガレットは伊豆半島などを中心に温室栽培され切り花として多く出荷されている。カンシロギクエルパルドッサムや後輩種のシャスタデージー LX スパーバムは家庭用の花壇用草花として普及している。北海道ではフランスギクが指定外来種として規制されている。 ありがとうございます。